京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。日本シリーズ出場権をかけた最終ラウンドが今日から始まります。クライマックスシリーズ。ホークスマウンドに上がるのは先発の千賀。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー新井。まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターはデイビス。ツーアウトになっています。この回のバファローズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。打った。レフトに強い打球。レフトバックする、バックする。スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。まず変化球決まってワンストライク。この球は見送ります。ストレート打った。一塁アウトでスリーアウト。先制のチャンスがあったバファローズですがそのチャンスを生かせませんでした。2回の裏になります。バファローズの攻撃。バッターは注目のルーキー九里。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。打ちました。ライトに大きな打球。ライト深いところ破っていきました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー2塁です。さあバファローズ先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいですね。うん、そうですよね。まあそして彼はどの方、また初球、これは大きいぞ。入りました。ホームラン。金村先制ツーランホームラン。ルーキーに先制点をプレゼント。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。バファローズ先制しました。2対0になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。ナイスバッティングですね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。バッターはブライアント。バファローズホームランで先制しています。西さん、先制点が入りましたね。まあこういう状況でいい結果になりましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。高めに外れます。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。バッターは注目のルーキー古久保。ワンアウトになっています。インサイド落ちました。これはどうか。千賀アウト。ツーアウト。バッターは牧。バファローズこの回先制となるツーランホームランが出ています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。引っ張った。これはどうだ。ショート取った。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター大石。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。打ちました。今宮一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで先手を取りました。2回終わった3回の裏バファローズの攻撃。2番バッター新井。
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は川谷という打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。バファローズリードで迎える3回の攻撃です。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは3番デイビス。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました、今宮。ツーアウトになりました。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。柳田が掴んで3アウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。西さん、そろそろ点が欲しい場面だと思うんですが。まあそうですね、結果を求められていると思って積極的に打っていきたいですね。そうですね、期待しましょう。高めのボール、ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は6番金村。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。切れていきます、ファウル。いいストレートですね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ノーボールツーストライクです。見送っています。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。バッターボックスには7番ブライアント。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ドカーンと大きな当たりです。スタンドに入った、勝ち越しのツーランホームランです。オリックスバファローズ、試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。バファローズ勝ち越し、4対2。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。バッターボックスは8番フルクボ。バファローズホームランで勝ち越しています。引っ張った、これはどうか、取った、一塁へ、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には9番バッター牧。先ほどの打席は内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。切れていきます、ファウル。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けた。打ちました、ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。打順はトップに帰って大石。バファローズこの回2点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。いやー西さん、先ほどの勝ち越しホームラン、あれが貴重でしたよね。そうですね、あのホームランがこの勢いにつながっているでしょうね。ですよね。さあこの流れでさらに得点を重ねていけるか。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。釣り球、しかし誘いには乗りません。151キロ、低め打った、ショートが抑えた、一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。4回終了、4対。これから5回の裏バファローズの攻撃、2番バッター新井。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが、初球打ち、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました、バファローズノーアウトランナー二塁です。
さあバファローズ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越してチームに勢いを与えたいですね。なるほど、そうですね。まあまた彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、さあこのチャンス、痛烈な打球、レフト入った、ホームラン、デイビス勝ち越しツーランホームラン、試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。真ん中にスッと入ってきた変化球、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。バファローズ勝ち越し、6対4になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。ナイスバッティングですね。このゲーム中盤、ここでリードを取りました。バッターは DH 小栗。バファローズホームランで勝ち越しています。まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。これもいったか、伸びていく、どうだ、入ればライト見送った、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ7対4。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。打席には5番バッター九里。バファローズホームランで追加点を挙げています。初球は何から入ってくるか。打った、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、フェンス直撃、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには金村入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、今宮、一塁送球、アウト、ワンアウト。7番バッターブライアント。バファローズこの回3点を入れています。さあ再度勝ち越しに成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。いやー西さん、先ほどの勝ち越しホームラン、あれが貴重でしたよね。そう、打ちました、弾き返した打球はセンターへ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。8対4、バファローズ4点リードとなりました。バッターボックス古久保、まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました、オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁、はい、甘いコースだったんですけどね。ボールになります。次が3球目、打ちました、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。5回終わって8対4、バファローズが勝ち越しに成功しています。1回の裏チャンスの場面、しかしここは内野ゴロ、先制とはなりません。2回の裏得点圏にランナーを置いて6番金村、初球から狙っていました。バファローズ一振りで先制。4回の裏ランナー1人を置いて7番バッターブライアント、2球目しっかりと捉えました。バファローズこの一発で勝ち越します。そして先ほど5回裏の攻撃、ノーアウト2塁の場面、3番デイビス、甘く入った球を振り抜きました。バファローズ一振りで勝ち越し。
さらに続きます。バッターは指名打者小栗、2球目を捉えました。バファローズ1点を追加します。6回の裏バファローズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。坂東がマウンド上に上がっています。バッターは大石、今日はまだ当たりがありません。バファローズリードで迎える6回の攻撃です。初球ストライク、危ない球です。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番新井。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。2球目打ちました。この当たりはどうか、一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。緩い変化球、まずは見送ります。ファウルになります。アウトコース、これは見送ってボールです。低め外れています。サード取った、一塁送球します。アウト、ツーアウト。繋がらなかったですね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、期待していいと思いますよ。打ちました、いい打球だ、ライトが追いかける、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対4。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや、彼らしい見事な一打でしたね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。打順は5番クリ、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。空振り、打ちました、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスには6番金村。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。決まった、高め、ストライクを先行させていきます。追い込みました、打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。アウトコース、これは見送ってボールです。ここもファールです。打ち損じてしまいましたね。そうですね、打ちました、セカンド取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。西さん、チームとしては7回まででエースを攻略できたということは大きいんじゃないですか。いや、本当ですね、また次につながりますしね、打線も自信を持てると思いますね。本当にそうですよね。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました、バファローズノーアウトランナー二塁です。見送ってまずはストライクです。改めてお聞きします、バッターの古久保、どういったタイプのバッターでしょう。センターへ持っていった、ぐんぐん伸びる、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、
バッターランナーは二塁到達。バファローズ追加点を挙げました。11対7。なおもチャンスが続きます。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点となりそうです。打順は9番牧。バファローズこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおもリードを広げる。打ちました。大きな打球になった。これはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。12対7。バファローズなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター大石。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。2球目打ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。13対7。バファローズなおもホークス。ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の岩崎。ピッチャー代打の阿波口。ファウルになります。高めいっぱい見送りましたがストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。バッター打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトセカンドランナータッチアップ。打順は3番デイビス。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナー3塁です。まず変化球を見せてきました。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点を打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ15対7。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調。2打席連続ホームランが続いています。いやー、西さん、もう絶好調ですよね。そうですね。今日はね、球がよく見えてるんですよね。まあ、期待できますよね。はい。さあ、ここも一発狙っているでしょうか。ちょっと合わないようです。打ちました。ショート取った。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ5点を追加しています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃。6番バッター金村、今日はホームランを放っています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。西さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、届いた。ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。三塁回って、今ホームイン。アウトコースの厳しいボールでしたけどね、完璧に捉えました。そうですね。バッターボックスは7番ブライアント。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。
さあ2球目は何か。ファウルになります。ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、飛び込んだ、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、打席には1番バッターウルクボ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、浅いフライ、センター前ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは9番牧、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、今宮、二塁へ、二塁アウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。バッターはダイソーから起用されている水口。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。初球空振りです。アウトコース外れます。3球目は何で来るか。打ち上げた、この打球はフライになっています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。試合を制したのはオリックスバファローズです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。小宮山さん、アドバンテージを含んで今日の勝ちでこれで2勝となりました。初戦を取ったのは大きいですね。まあ、そうですね、もう本当におっしゃる通りですよね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように